優勝とは、海洋において、海水が深層から氷層に湧き上がる現象、またその流れ、優勝流ともいう。普通氷層と深層の海水は、水界の温度や塩分濃度など、物理的、化学的な性質により、お互いに混ざり合うことがない。また、氷層と深層にはそれぞれ独立した海流が存在し、両者が接続するのは、 地球上のほんの一部の限られた地域のみである。しかし、ある特定の条件を満たした場所では、深層から表層へ、一時的あるいは長期的に、海水が湧き上がるような流れが発生することがあり、これを有償と呼んでいる。有償域は全海洋面積の0.1%ほどしかないと、されるが、その生物生産量は、海洋のあらゆる生態系の中でも際立って高く、 非常に豊かな生態系が形成される。これは深海の栄養塩が海洋表面にもたらされることで海洋の生産者である植物プランクトンの増殖をきっかけに次々と上位の栄養段階にある生物が増えていくためである。優勝域は工業場となり人間にも恩恵を与えている。エクマンら旋風に引っ張られて動く海水に対してコリオリの力が働き、 実際にはピンクの矢印の向きに海水が移動する。これが延直方向に連続的に起こることで相対として海水は風と直角右向きに移動する。海上で風が吹くとコリオリの力により北半球では風の流れに対して直角右向きに海水が移動する。これをエクマン輸送という。南半球ではコリオリの力の向きが 北半球と逆になるので、海水は直角左向きに移動する。沿岸優勝北半球の大陸の西岸で、南向きの風が吹くと、風の応力と氷降り力の合力で、海水は西、すなわち岸から沖に向かって移動する。すると、少なくなった海水を補うように、深層から大陸の斜面を伝わって海水が優勝してくる。これは、沿岸優勝と呼ばれる現象である。 カリフォルニア州やペルー沿岸がこのケースに当てはまり、実際に沿岸優勝が発生する地域として知られている。大陸の東岸で北向きの風が吹いても同じ現象が起こる。また、南半球においては大陸の西岸では生え、東岸では北風が吹くことで優勝が発生する。赤道優勝赤道付近では貿易風という東寄りの風が吹いているため、 エクマン輸送により北半球では進行方向右側、すなわち北に向かう流れが発生し、南半球では南に向かう流れが発生する。すると、赤道の表層には海水がなくなってしまうので、それを補うように深海から海水が上がってくる。これが赤道優勝である。海洋には地球の深部にあるマグマの活動やホットスポットによってできた。 海底火山が無数にあり、一部は頂上が海面に顔を出すほど高いものもある。海上に突き出た部分は島となり、これを海洋島と呼んでいる。ハワイ諸島などが例として挙げられる。海洋島の付近では、有昇が発生し、海の砂漠と言われる外洋の中にあって、オアシスのような、 豊かな生態系を作り出している。これは、深層海流が海底火山にぶつかって、有症流となり、氷層に栄養分をもたらすためである。流氷の氷結時には、真水の部分だけが氷となるが、一部の塩水は残って、氷の中に閉じ込められる。その濃い塩水をブラインと呼ぶ。比重の重いブラインは徐々に氷の下部に移動し、ついには、 海水中へと抜け落ち、さらに海水の深層部へと沈んでいく。それに代わって、深層水の上昇、つまり、優勝が起こるわけである。流氷に閉ざされた陶器のオホーツク海が、豊かな海と呼ばれる理由はそこにある。深層、すなわち、海洋の水深1000メートル維新の領域では、主に、マリンスノーなどの形で氷層から沈降してきた有機物が、 バクテリアその他の働きにより分解され、リンや窒素などの無機化合物として大量に蓄積している。一方、太陽光の届く水深200メートル以前の表層、特に外洋で無機物は植物プランクトンにより栄養塩を落としてすぐに使い果たされてしまい、常に枯渇状態にある。外洋の透き通るような美しいコバルトブルーは、 形相などの大型の植物プランクトンが少なく、ピコプランクトンが卓越している証拠であり、物質は微生物管内で氷層水の中を循環している。深層水と氷層水は互いに混じり合うことがないので、植物プランクトンは普通、深海に存在する大量の栄養士を利用することはできない。しかしひとたび優勝によって栄養士を豊富な海洋深層水が氷層に上がってくると、 即座に植物プランクトンの爆発的な増殖が始まる。するとそれを食べる動物プランクトンにとって公的な環境になる。さらにそれを食べるアジやイワシなどの小魚が現れる。最終的には小魚を狙うカツオドリなどの海鳥、イルカやマグロ、カツオ、カジキ、サメなど海の工事消費者、時には巨大なクジラまでもが集まってくる。こうして 植物プランクトンの発生を起点に次々と上位の栄養段階の生物が現れ、一つの生態系が形成される。優勝が一時的なものであれば、その収束とともに、植物プランクトンも、減少、工事の消費者も次第に姿を消していく。しかし、一部の沿岸地域では、ある程度の継続的な優勝があり、それにより、豊かな生態系が形成される場所がある。 ケルプの森アメリカ西海岸のモントレー湾では、沖合に切り立った海底渓谷があり、そこを深層水が這い上がってくるため、世界有数の優勝域になっている。ここに群生する海藻のジャイアントケルプは、長さ60メートル、1日で最大30センチメートル以上も成長するという。この巨大なケルプの海中林を支えているのが、優勝によって運ばれてくる栄養塩である。 そしてケルプの林は他の様々な生物を育むゆりかごにもなっている。ケルプの根元ではウニなどのケルプを食べる生物がおり、小魚はケルプの間に身を隠し栄養塩により増殖したプランクトンを食べて成長する。それらを追ってイルカやシャチなどさらに大型の捕食者も集まる。海面ではラッコが潮に流されないようにケルプに絡まって休息を取る。このように モントレーの海洋生態系は実に多くの生物によって成り立っている。ガラパゴス諸島で繁殖を行うアホードリ赤道には赤道川流という西から東へ向かう深海の流れがあり、これが海底火山などにぶつかると優勝を起こす。この最も顕著な例がガラパゴス諸島西岸である。ガラパゴス諸島はエクアドルの沖合約 1000km の赤道直下に位置する。 火山島の集まりであるが、このクロムウェル海流がもたらす栄養塩により、西側の海域は生物が豊富である。海中だけでなく、海上でもペンギンや海鳥が餌を求めて飛来し、映像を行ったりする。しかし、エルニーニョによってクロムウェル海流の勢いが弱まるため、毎年のように頻発すると、ガラパゴスの生態系に、 深刻な影響を与えることが懸念されている。ありがとうございます。